天下堂プレゼンツブレイキングダウン5第13試合、まずは青コーナー開発優選手の入場です。ブレイキングダウン5 presented by 天下堂 match 13 first into the blue corner ready to fight to get into the team will he get the slot 赤コーナー笹毛たくまさ選手の入場です。 and out nextThe red corner. This is the boss you gotta clear. Takumasa Sasage. あの光チャンネル、ネクストステージの裏ボスと言われています。Sasage Takumasa. Sasage は強い。知っている人は知っている。腕っぷし強く、武勇伝は数々あります。新たな姿を見せてくれるか。さあ焼き付けていきましょう。その姿を対峙するは光に憧れる開発優、勝って突き放すか。笹毛たくまさリングイン。ただいまより喧嘩道プレゼンツブレイキングダウン5第13試合、フェザー級62キロ契約ビッグルールワンマッチを行います。青コーナー168センチ、61.90kg、ネクストステージに憧れるワンダーボーイ、開発優。夢を叶える舞台がここブレイキングダウン。開発優170センチ、61.35kg、ネクストステージの裏ボス、笹毛たくまさ。ベールを脱ぐか、笹毛たくまさ。なお、この試合の勝利には第13試合フェザー級ワンマッチキックルールで行われます。ゲームアプリ内で使用できる1億ゴールドを進呈いたします。夢を叶える舞台か、それとも泣いてましたよな。突き放される舞台か。さあ60秒スタート。ちゃんとファイトスタイルしてますね。抑えるから、おー、いく、開発スピードありますか、回転力あります。おーっと、佐々木さんあった、まだいく、相当スピードあります。佐々木、佐々木、耐えられるか、佐々木、まだ左、まだ膠着しません。でも佐々木さんもしっかりガードできてますよ。パンチ見えてますね。受けてきたトレーニングです。30秒切ります。ヒカルチャンネルのメンバーがリングサイドに見せます。そこに入っていきたいというのが大事。うまいうまい、ちゃんと盛り返して盛り返して盛り返して、決着はつくか。60秒間立ち上がった状態で、立ち続けた状態で終了のゴングを抜くことになるか。開発優か、そこで解けますか。判定に入ります。さあどうでしょうか、ジャッジメント。いやー、これ難しいですね、このジャッジメント。向こうも強かった方が、だいぶ変わると思うんですよ。前半は向こう方も取ったけど、エンタメ界とかいい試合になりましたね。本当にガイアス選手のね、もう、しかも判定の結果を発表いたします。ジャッジ、ユーゴ青、開発。ジャッジ、白川青、開発。ジャッジ、バンチャン・リナ。さあどうか、青、開発。青に入った。ジャッジ、ヤーマン青、開発。これも青、開発。ジャッジ、オーディエンス。オーディエンスは赤、捧げ。以上、4対1をもちまして勝者、青、開発、優。判定で開発優が勝ちました。光の元へ一歩近づいたでしょうか。初めてオーディエンスの、さあそして放送席には光さんもお越しいただいております。一言いただきましょうか。YouTuber の光です。メンバーのね、笹毛さんが今回戦うって言って、最初は冗談かと思ったんですけど、本当に2ヶ月間必死で練習してる姿見たんで、試合中ね、すごいこう目頭が熱くなって、なんかちょっと本当にもう僕は別に頑張ってなかったんですけど、
感動しましたね。でお互い頑張ってたんですごいいい試合だったと思います。ありがとうございました。開発選手にも一言いただけますか。いや本当すごいです。若くてこんな舞台上がってきて出れるとこも分かんないのにチャレンジして、すごい僕はそういう若者好きなんで、もう本当に好印象僕は持ちました。今後も頑張ってほしいなと思います。ありがとうございました。